武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、今回は、佐賀大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間が120分の、形式と100分の形式があって、理工と医学部、医学科、そして農学部、こちらに関しては、120分で大問が4題、出題されております。で、理工と医学部と農学部に関してそれぞれ問題は、ある程度一緒ではあるんですが、大問2つ程度が一緒で大問2つ程度がバラバラというような形に、なっております。まあ、1つ2つですね、年度によるものによるんですけれども。で、問題の難易度としては医学部が、最も難易度が高く、農学部と理工に関しては割と、基礎標準的な問題が中心となっています。で、ただ基礎標準的とは言っても割とその、センターなどの傾向とはやはりちょっと違って、記述関連、グラフですね、微積や複素数平面だったり、証明だったり、こういった問題の、出題率も高いので、国立向けの記述論述の対策ができる参考書、国公立標準問題集キャンパスなどですね、こちらを追加しておいた方がいいでしょう。で、医学部医学科に関しては若干難易度が高い問題が出てきたりはしますので、それに追加した例えば入試の革新の標準編など追加でやっておくといいかなというふうに思います。なくても対応できなくはないんですが、いろんな問題を、解いておいた方がいいかなと。特にその微積や複素数の強化は、優先的にやっておいた方がいいでしょう。はい、それで続いて教育学部、こちらが大問、3つで100分という形式になっております。で、こちらですね、他学部の問題のミックスという形になっているので難易度は、他学部と一緒と、考えていいでしょう。理工や農学部ですね、医学部医学科とは、よりはやはり若干簡単になってます。なので、こちらに関しても、センター突破した前提で考えると国公立標準問題集キャンパスと、あとは過去問のやり込み、で十分に対応できるかと思います。で、どの学部の形式であったとしてもやはり、記述論述で答えが書けること、こちらが大前提にはなっています。なので、優先的に記述の練習ですね、こちらをしっかりやっておきましょう。センターである程度の点が取れている状況であれば、解き方がわからないとかっていう問題が出るわけではないので、しっかり回答が、記述で書けるかどうか、こちらに意識を向けて学習するように心がけてください。で、当然そのセンターではなかなか出てこない範囲、こちらは、数算だったり、図示する、証明する問題ですね、先ほども言ったように、そういった部分を、優先的に評価するようにしておいてください。以上が数学の勉強となります。